このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のみやです。ボイスロイドの絆あかりです。チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら。JRA が今までにコラボした漫画、アニメのネタを紹介してみるよ。最近、ウマ娘の方で絶好調よね。だが JRA さんは、良くも悪くも、オタク客層を引き入れるために、いろんなアニメ、ゲームとコラボを続けていたのだ。まず、シン・アリマ。見てわかる通り、シン・ゴジラと有馬記念のコラボだよ。え？シン・エヴァンゲリオンとシン・仮面ライダーとシン・ウルトラマンもありそう。で、今回紹介するコラボ作品が、ガンダム、ウルトラマン、ゴジラ、仮面ライダー、エヴァ、フェイト、進撃の巨人、彩り、アニプレックス、ジャスタウェイなどなど。新 JRA かな？まず仮面ライダーさん。庵野監督も思い入れがある初代モチーフで優勝例を探すよ。バイクの代わりにサラブレッドに乗って、ショッカーから自由を取り戻すために戦うのね。次はウルトラアリマ。光の国からやってきたサラブレッドと共にウルトラアリマするのね。次はエヴァ Q とのコラボだよ。初号機。13号機。いや、なんだこの馬。その説明をする前に、当時の銀河の状況を理解する必要がある。少し長くなるぞ。天空より飛来したロンギヌスの槍。エヴァ初号機とシンクロできない、武豊氏。当たり前だよな。武豊氏は、神事たちに密かな決意を語るのだった。シンカリオンのエヴァコラボみたいなノリじゃねえか。そして生み出された、見知らぬ馬、こと、馬型最終決戦兵器が、エヴァインパクト、だよ。ハッピーメイクみたいなオリジナル馬かな？このエヴァインパクトが、どうなったかわからないけど、多分さようなら全てのエヴァンゲリオンで槍で刺されたと思うよ。しょうがないね。次は箸休めも込めて、ルパン三世とのコラボ。2019年有馬記念で、ルパンザ有馬だよ。2019年ってことは、最近のコラボね。次は2018年のキャプテン翼ダービーだよ。必殺シュートダービーが楽しめるよ。おい、サッカーしろよ。次は JRA× 日本相撲協会×カプコンだよ。相撲。ストリートファイター。白鵬インパクトと、竜と TM オペラ U の格闘対戦風ミニゲームが遊べたらしいよ。エドモンド・ホンダ。過去のジャパンカップ優勝馬に、ストリートファイターのキャラや人気力士が騎乗してレースをするという設定だったよ。次もクロスオーバーだよ。JRA× ジャスタウェイ×銀玉。銀さん。何してるんですか？まずいですよ。ここで競馬とアニメファンなら、有名な話になってくるけど、銀玉の脚本家の大和や暁さんが馬主やってる馬にジャスタウェイってのがいて、銀玉本誌でも、ジャスタウェイと競馬ネタがギャグとして使われていたのだ。そして、ジャスタウェイは、私が育てたと言わんばかりの銀さん。ちなみにジャスタウェイは、みんな大好きゴルシちゃんことゴールドシップの隣にいて、仲良しだったという扱いだよ。最近の馬だしね。ちなみにジャスタウェイは、時空を超えたコラボとして、鬼滅の刃ともコラボしているよ。嘘だぞ。偶然、鬼滅の主人公と衣装が被っただけだぞ。ちなみに鬼滅の刃本体は、まだ JRA コラボしてないよ。でも、ここで求められてるコラボは、呪術廻戦かもしれないね。ノーコメントで。次は、獣フレンズ2017と JRA のコラボ。当時まだ獣フレンズを制作していた、辰木監督、平安さん、ゆっこさんたちによる短編アニメ、競馬場、だよ。ジャパリバスで旅をしていた、サーバルちゃんとカバンちゃんが、馬のフレンズ、青影、白毛、グリゲと友達になる話だよ。実在の馬名を使わないことで、権利問題を解消してるのは、良かったわね。競馬場のリアルな風景と合わせて、うまく演出されてたと思うよ。個人的に辰木脚本フレンズ特有の、良い意味での嫌味のなさや、競走馬としての本能的なものを大事にしてるところとか、サラブレッドの擬人化少女という書かれ方で、ちょっと馬娘の先駆けっぽい気がしてるよ。ちょうど、
サイゲームズが馬娘を作ってた時期のアニメだしね。オチとして、短距離スタミナ G のサーバルちゃんが勝てなかったというのもうまいわね。また彩りと JRA コラボ見てみたいっすねー。アニプレに期待。そのアニプレつながりで、2020年の年末に有馬記念用のアニメオープニングとして作られた疾走のファンファーレ。あえて言うなら、アニプレックス ×JRA コラボだね。歴代の有馬記念の勝利馬について、PV で名前を列挙していたりして、ガチな作りになってるね。DM オペラ王、東海帝王、マヤのトップガン、オグリキャップ。ガチですよね。こういう愛を感じる PV は、やはり熱いものです。次はアニプレつながりで、フェイトシリーズと JRA のコラボだよ。劇場版ヘブンズフィールや、FGO バビロニアのアニメとのコラボ企画があったみたい。ヘブンズフィールの時は、円盤特典だったミニゲーム、ランランランサー、のキャラ変え、ランランライダー、を遊べたよ。ライダーさん、ポセイドンからもらったペガサスはどうしたんですか？FGO くんの時は、絶対競馬戦線アリマニア、と銘打って、歴代の有馬記念にレイシフト、時間移動するというコラボネタがあったらしいよ。こういう時便利な設定よね。今後、月姫と JRA もコラボして、アルクエイドさんにミホノブルボンに乗ってほしいね。娘の方のミホノブルボンと声優が同じなだけだぞ。次はコラボ番長の進撃の巨人だよ。当たり前のようにコラボしている進撃の巨人は格が違った。当たり前のようにベルトルトさんが酷使されていた時期だね。超大型巨人はパワー SS だけど、スピードもスタミナもギガだから。ただ進撃の巨人と馬という題材は意外と神話性が高いのだ。原作の時点で調査兵団は馬を移動手段に使ってたのよね。その上で新規アニメ映像も作っていたという気合の入りようで、JRA とアニメのコラボ企画の方向性を決めた作品の一つかもね。そしてみんな大好き、爽やかなエスガイ鎧の巨人こと、ライナー、ブラウンも、たまに追い上げてきて大番狂わせをしてくるよ。そしてライスシャワーが当時、大番狂わせした時の観客の気持ちを。本当に気持ち悪いよ。次もやはりシリーズもの。機動戦士ガンダムシリーズとのコラボだよ。最初に有馬戦士ガンダムとして、有馬記念にフィーチャーしてから、ガンダムシードシリーズや WO とのコラボも経ているよ。風雲再起さんがオルジーガンダムとのコラボ枠しろよ。2020年はダービーコラボとして、ゼータガンダム、UC、逆襲のシャア、そして閃光のハサウェイとコラボしたよ。ダブルゼータガンダムとのコラボ枠しろよ。やはり特筆すべきは、閃光のハサウェイとして、マフティ、ナビーユ、エリンがセンターを飾ってるところだね。一番役不足なんだよ。ハサー。閃光のハサウェイのライバルでヒロインのケネス大佐は乗馬が趣味なんだぞ。しかし特筆すべきは、最初の有馬記念コラボで、2018年のコラボだから、結構最近の馬が出てくる。シャアは、劇中のテキサスコロニーの時に、白馬に乗ってたから、ゴルシに乗ってた扱いだが、足毛だしね。そしてアムロは北サンブラック。シャアは里のダイヤモンドで、それぞれ有馬記念を戦う展開になるんだ。北里やんけ。ちなみにシャアは、公式でロリコン疑惑をかけられていて、シスコン、マザコン、ロリコンの三冠を君臨しているのが、赤い彗星シャアだよ。アプリのダイヤちゃんは、11になるから。閃光のハサウェイでもキーパーソンしてる、クエス、パラヤは去年13歳でしてね。これ以上は、娘の方のガイドラインに抵触しそうなので、止めておきましょう。最後に一つだけ言っておくと、マフティーナ・ハサウェイは、演技が悪いので気をつけてね。何度見ても、あんたが一番役不足なんだよ。ハサー。次はポクテキピックとボブネミミッミとのコラボ。普通だな。ヘルシェイクなんちゃらさんの新規紙芝居も作られたけど、普通ですね。普通だな。最後に、意外と、本家自体はコラボしてない馬娘だったりする。ここまでの流れ見てると、力士、サーバント、モビルスーツと馬に乗せるコラボが多いから。馬娘が原作なり、由来のある馬に乗るコラボが来るかもしれないわね。
見てわかる通り、JRA は良い意味でなりふり構わず、カオスな競馬コラボやってきてるので、何か興味持ったら、気にせず馬券買ってあげると競馬界のためになると思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。